真っ白な状態なんですけど、フラップついてて、あと上を装飾した感じですね。本場の現地で修行されたような感じ。そうですね、ちょっと勉強します。同じ、はい、イタリアンテイストのパンを僕は作ってます。こっちはローマピッツァ、ね、どっち出そうかなと思ってまずパン屋さんを出して、その後じゃあ旅行出したいねってことで旅行出したんです。こうあちらもイートインできるような感じ。そうです、そうです、旅行できる。あ、8時からこっちオープンもしてるので、ピザは11時からなんですよ。イカもかけて、温めて、どっちにゆっくり床を温めて、雲の上を温めてっていう感じで、トータルのバランスを取りながら、僕の友達はスパークリングワインがすごい合うなって、でナポリピッツァの職人なんですけど、こういうスパークリングワインもピッツァに合いますね。こちらが赤ワインと白ワインになりますね。こちらもイタリアン、イタリアン、はい、サンジョベーゼと、はい、トレビアン。そんな濃いくない感じのしっかりした香りがある、ミネラルが強い。焼いた数はもう2000枚ぐらいは焼いてます。2000枚。まあその中でいろいろなお店で、そうですね、いろいろやってこれにたどり着きました。うちのピザはローマタイプで、周りが薄くて中パリッとした皮で、中がしっとりしたローマのピザになります。生地が薄くて外側もパリッとした感じで、すみません、いただきます。マルゲリータ。どうぞ。いや、生地が結構薄めなんですけど、しっかりもちっとして、でカリッとして、じゃあいただきます。はい。口の中でもごもごすることもあります。
して、スーッとなんか溶けるような、もうぶっちゃけると水とか今飲んでないですけど普通に入っていく感じで、ああそうです、しっとり、でちょっと味も結構なんていうか飛んだというか、あの上品な感じがして、はい、美味しいですね。これ特に女性とかすごい人気ですね。自家製のローストポーク、この薪で薪窯で焼いたんですね。本当はこんなでかいんですけど、ちょっと自家製ローストポークと南欧野菜の煮物です。いただきます。これっす。イタリア語で美味しいって何て言うんですか。ボーノ。ボーノ。これがまたビール。あー美味しそうですね。ワイヤビール。美味しいですね。やっぱ肉のこの旨みが、肉汁が、ね、そうなんですよ。ジューシーな、うん、で、うん、まあ、トマトソースがなくても美味しいですよ。特に男性陣これ食べて昼から頑張ろうみたいになりますね。そうですね、結構多いですよ、うん、ね、最初はあのパン屋さんだったんですよ。パンだけでスタートしてもう20年前なんですけど、はい、で20年前にパンだけでやって、その後岡山で今度料理とパンとっていう形で作ったんです。
ですよ、うん、で、その後に今度また倉敷でこの巻き釜を入れてこの巻き釜のピザとパスタと混ぜていただいてで、その形でまた作ります。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。